弾いて終わりじゃない、作るまでが一番くじだ。皆さんこんにちは、メイプラです。突然ですが、皆さん一番くじ最後まで楽しまれてますか？やっぱりガンプラ一番くじをやるまで、要は引くまでが一番熱量的には高いと思うんですけども、今第一声でもお伝えしたんですが、最後まで楽しむっていうところを考えると、こうやってガンプラを作ってみたりとかね、あとはここに今ステッカーを置いてますけど、ステッカーだったらね、貼るまでがこの商品たちの使命といいますか、やりきったということが言えるんじゃないでしょうか。まあもちろんゴールの形は人それぞれなので、ガンプラを当てた方は積むのがゴールだとかね、もっと言えばガンプラ一番くじを引くまでがゴールだったんだとかね、それぞれ楽しみ方はあっていいと思います。まあただ今回の動画に関しては、ガンプラ一番くじをせっかくやったんだったら、最後の最後まで一つ一つの商品ね、楽しんでみようじゃないかというような感じで、ちょっと進めていきたいと思ってます。でまずはこちら、 E 賞のハイグレードウィングガンダムゼロソリッドクリアなんですけど、このようにね完成しました。僕は初めてこのハイグレードウィングガンダムゼロを作成したんですけども、やっぱりあの食わず嫌いと言いますか、作らず嫌いは良くないなっていうのを身に染みて感じることができました。どうしてもアニメへの思い入れから始まって、その後ね、機体が好きだそうじゃないだとかいろいろあると思うんですけど、ちょっとこう敬遠気味と言いますか、そういった期待でした。でね、だいぶ前に僕はハイグレードウィングガンダムゼロ炎っていうのを作ったんですよね。ビルドシリーズのキットなんですけど、それでウィングガンダムのキットに対しての概念っていうのはちょっと変化して、で今回一番くじでね当たって実際作ってみたらね、あすごいいいキットだなと思いました。で特にソリッドクリアで良かったなっていうのを思ったんですよね。今まで通常カラーの時ってどうしてもここら辺の青とか赤とか黄色とかのパーツっていうのが、僕はなんですけど安っぽく見えてたっていうのがありました。で今回は、まあ、視聴者さんからもねいろいろ教えていただいたんですけども、白いパーツは通常カラーとちょっと違いますよとかね、あとはもちろんクリアパーツなので見え方は全然違いますよっていう部分とか、ここら辺がねいい具合にはまって、最終的にはね作ってみてすごいいいキットだなと思いました。本当作らず嫌いは良くないなっていうのはね身に染みて思い知ることができました。一番くじとかね、ガンプラガチャとかもそうですけども、普段自分が触らないようなキットをたまたまこうゲットして、そこに対して触ってみたら自分の固定概念がねガラッと変わるっていうのはすごいいいことだなと思いますので、まあ、今後もね積極的にそこら辺は手をつけていきたいなと思います。はい、まずは制作完了の報告でした。そして今からここら辺ちょっと触ってみたいなと思うんですけど、これはね J 賞です。1から4まで全てコンプリートしてるんですけども、まだ1個も作ってないのでちょっと作ってみたいと思います。それでは1から4どれ作ろうかなと思ったんですけど、一番最初に僕が選んでゲットしたこの J の4番っていうのを制作していきます。まずは袋から取り出して、パーツ構成としてはこんな感じで、ランナーが2枚だけとなっています。1つのランナーに10個ぐらいしかパーツはついていないといった感じです。ささっと作ってみます。説明書はこういう感じですね。見開きのペラが1枚。お、違った、かなり大きくなりました。で取り付けの参考例なんかも書いてますね。あ、面白い、最強のガンダムを作ろうということで、ベースのキットはハイグレードガンダムと、そしてそれに
J の1から4番まででフルセットをもりもりつけてますよね。フルアーマーガンダム一番くじバージョンとでも言いますか、そんな感じに仕上がってます。サンダーボルト感出てますね。好きな人から見たらこれめちゃめちゃかっこいいと思いますよ。完成したオプションパーツがこちらです。こっちのタイプは、はい、こんな感じでバックパックですね。これでショルダーキャノンになるんですかね。使い方はいろいろできるみたいです。ここら辺もね、こういったなんか関節パーツといいますか、こういったパーツもついてるので結構自由度は高いのかなと思いました。でもう一つがこちらですね。名前がソードビームマシンガンですね。ちなみにこちらはバックパックキャノンアームという名前がついているみたいです。で、面白いのはこちらのパーツですね。こんな感じでこの関節パーツを1個外すと、はい、このようにね、分割することができます。これ単体でも、武器として成り立ってるみたいです。ここに取っ手があるんですけど、こういうふうに、ハンドパーツにつけると。ちょっとそれやってみたいと思います。今回は先ほど紹介したウィングガンダムゼロをモデルにしてもよかったんですけども、せっかくねこういうパーツをつけるので、まあ僕的には量産型の方が面白いかなと思いましたので、はい、こちらはゼータシリーズのネモですね。まずはね、このバックパックキャノンアームから取り付けていきましょう。果たして取り付けることができるのか、はい、まずはバックパックを外します。そしてダボ穴が合うのか、あら、あった、合いますね、ちゃんと。そしてこんな感じか、こういう風に使うんですね。なんかキャノンアームがめちゃめちゃ前に出てる感はありますけど、こんなもんでいいのかな。これもおかしいですよね。かといってこれは後ろすぎるし、絶妙な位置にいますね。これどうしたらいいのかな。説明書では一応こんな感じになってますね。続いてソードビームマシンガンをつけていきたいと思います。まずは外して、そしてそのまま持たせるだけですね。こんな感じで、ちょっとはまりにくいな。こちらもともとつけていたハンドパーツがこんな感じでね、人差し指が出てるタイプなので、これは相性が悪いですね。取り付けができそうにありません。あ、これが干渉してますね。手にこんな感じで干渉してしまうので、これは無理ってことか。仕方ないので、もう今回は、はい、2度目の登場、ウィングですね。ちょっとこっちに持たせてみましょう。こちらの手は人差し指がこうなってないので簡単に、はい、持たせることができます。はい、こんな感じです。お、いいんじゃないでしょうか。これがまず一つのパターン。そしてもう一つが、これを関節のパーツを取り付けて、そしてこういうふうにすると、これがソードビームマシンガンですね。はい、だいぶ狂気的な武器になりましたけど、そうですね、00のエクシアがつけているなんかそんなこうソードに近いのかな。パッと見ですけどね、ちょっと若干この辺がゆるゆる的な感じはありますけど、まあその辺はあんまり求めないでおきましょう。はい、ということでね、取り付けてみましたけど、 J 賞の4のオプションパーツはこういう感じに仕上がってます。全部作って1個体に全部つけたら、ほんとね、モリモリで面白そう。ちょっと今回は時間的なこともあるので、残念ながらね、J 賞は1つだけにしておきます。ただこの動画の後とかに全て作っておこうと思います。動画撮る前に作っとけばよかったですね。あ、ちなみに今気づいたんですけど、J 賞の1と4
そして2と3それぞれパーツの色が違います。成形色ですね。成形色が違いますね。1と4はこうすごくシルバー感が強いような感じです。でこっちの2と3の成形色はなんて言うんですかね、シャンパンゴールドってやつですね。そういった色してます。濃ゆいシルバーと薄いゴールドって感じですね。へえ、初めて気づきました。では続いて今度はこちらのステッカーシールを堪能したいと思います。このスレッタ、これをね、ある加工をしていきたいと思います。まずは開けて、で中身も見ますね。こちらはね、水星の魔女シリーズのシールですので、スレッタ、そしてデミバーニングですね。デミトレの方が良かったな。シュバルゼッテ、おお、ガンダムキャリバーン、そしてエアリアル回収型ですね。おお。さあ、それでは今回このステッカーで何をするかと言いますと、まあもちろん貼るもよしですね。後ろがこんな感じで、こう後ろのね、紙を両方剥がすという風になってます。でペタって貼るもよしなんですけども、今回はちょっとある加工をやっていきたいと思います。100均のダイソーで購入してきたのがこちら、マグネットシートですね。もう皆さんお分かりだと思いますけども、そうです、このステッカーとマグネットシートを合わせてマグネットシールを作ろうじゃないかっていうことをして楽しみたいと思います。で今回測ってみたら本当にたまたまだったと思うんですけども、シールの幅、この長さが10センチとなってます。でこのマグネットシートもなんと10センチです。だからね、加工がすごく簡単なんですよ。こんな感じでここをピッとカットしてペリッと剥がして、もう貼っちゃえばそれで終わりです。で、こちらはこんな感じで両面テープが貼り付けてありますので、この紙を取ればもう貼り付け可能となってます。このステッカーの方は後ろの台紙を剥がさずにこのままペタッと貼ってしまえば、もうマグネット飽きたなっていう時はね、そのままペリッと剥がしてシールとしても再利用ができますので、僕がやってみて、あ、それいいなと思った方はね、ぜひやってみてください。ちょっとそれでは加工をしてみたいと思います。まずはね、カットですね。ちょっとここ若干はみ出てるので、まずはここをカットしましょう。はい、はみ出たシールをカットしました。あとは今この後ろのカッターマットは長さが測れる仕様になってるんですけど、こうやってみると縦幅が6センチですね。なのでマグネットをカットする時もこのようにここに合わせてこうやって6センチでカットすれば OK。 カットできました。それではこれを貼り付けていきたいと思います。あ、間違った、7センチでカットしてました。いきなりやってしまいましたね。ほら、7センチだ。こんなボンミスやるか。まあやっちゃったんですけど、それではもう一回カットしていきます。はい、綺麗にカットできました。今度は大丈夫ですね。それではこちらを貼り付けていきたいと思います。こちらの貼り方なんですけども、マグネットの部分のシートを剥がして貼ろうとすると位置を合わせるのがすごく大変です。あとやり直しが効かない、かなりリスクが高い貼り方になりますので、こういった場合はまずマグネットシートに貼りたいステッカーを合わせます。ではここら辺で決まったなってとこで、次にこのマグネットシートのちょっとした部分をめくります。そして一部分だけちょこっとね、仮で貼るみたいな感じでちょっと貼ってみましょう。でこの時点で、あ、やばいと思ったら
もう一回パッと取ってやり直せばいいです。で、問題なさそうだったらあとは貼り付けていきましょう。今こんな感じですね。まだ全然貼れてないですね。で、ここからなんですけども、このシートをまたバーンって剥がしてペタッてするとこう気泡が入る可能性があります。まあ、気泡ってこう空気ですね。なので、空気が入らないようにこっちの部分をこういう風にじわじわとめくりながら、めくった部分をこういう感じで貼ってってください。そしたら、綺麗にね、空気が入らず、気泡が入らずにステッカーを貼ることができます。はい、こういう感じです。まあ、これはね、ゆっくりじわじわとやったらいいですよ。綺麗に仕上げることが一番ですから、こういう感じで貼っていきます。今のところはね、ほら、わかりますかね、こう反射させたらわかるんですけど、綺麗に貼れてますね。これで、気泡が入ったらプツってこう粒ができるはずなので、ここら辺は、はい、ミスがないようにしてください。せっかく自分でね作り上げるマグネットなので、綺麗にできることに越したことはありません。綺麗に綺麗に貼っていきます。はい、ここまで来たらあとはストンと、はい、こんな感じでマグネットが完成しました。お、予想以上にめちゃめちゃいい。特にこのスレッタのパッケージなので、これがまたいいですよね。で、あとは、まあ、さっきもお話したようにマグネットとして飽きたなってなると、これをペリッと剥がせばシールとして再利用することができます。この裏の台紙をね、ステッカーの方の裏の台紙は剥がしてませんので、ステッカーとしてまた再利用することができます。それではね、こちら、これはね、磁石がつく鉄板になってます。鉄板というかね、カンカンなんですけども、はい、こんな感じでほら貼ることができますよ。お、思ったより本当いいな。予想以上のちょっと仕上がりでめっちゃ嬉しいんですけど、マグネットとかはね、活用法いくらでもあると思います。ちょっとこうメモ紙とかをペタって留めたりもいいですし、それと僕の場合はガンプラを飾っているガラスケース、その背面部分がね、黒い鉄板になってますので、磁石がつくようになってるんですよね。まあ、なのでちょっと見えにくいですけど、そういったところにペタペタこうやってね、マグネットシートを貼って敷き詰めるっていうのもまあありなんじゃないかなと思います。まあ、そこら辺は自己満足ですので、自分がやりたいようにやればいいんじゃないかなと思いますので、よかったら試してみてください。ちなみにこちらのマグネットシートなんですけども、もう1枚買っているんですよね。で、ここの長い方の部分を測ったんですけど30センチありました。ということは、これステッカーセットの1種類につき5枚シールが入ってたんですけども、このマグネットシート1シートで5枚全部をマグネットにすることができますね。ここまでサイズ感がドンピシャっていうのをめちゃめちゃ気持ちいい。ただ僕みたいにこうやってね、失敗したとなるともう話は別です。5枚全部ね、綺麗に仕上げることはできませんので、皆さん僕みたいにならないように、失敗しないようにね、お願いします。で、あとはせっかくなんでね、もう一つ考えてます。それがこちら、はい、これは相性のアクリルスタンドなんですけども、せっかくなのでこれもマグネットシートにつけてみたいと思います。ちょっと開けてみますね。アクリルスタンドとしても活用はしていきたいので、アクリルスタンドの台座にこうやって取り付ける部分のここのちょっとした出っ張り、突起の部分はマグネットを貼らずに、この上の部分だけね、こんな感じで
貼りたいと思います。ちなみにこちらに関してはさっきステッカーを貼ったみたいな貼り方っていうのはちょっと通用しないので少しレベルが高くなっちゃうかもしれません。はい、まずは7センチにカットします。この状態で、貼って周りをカットしていきたいと思います。なかなか貼るのは難しそうですね。至難の技かもしれない。一応さっきのステッカーを貼った時と同じような要領でやってみましょう。マグネットの方をこうグイッと曲げる感じですね。こういう感じに合わせてこっちをうまいこと貼る。はい、位置がずれてたらこの時点で修正する。そしてちょっとずれてるな。そしてあとはペリペリっとやっていきますけど、ここら辺大事ですね。スタートめちゃくちゃ肝心。これでいいかな。これであとはじわじわと綺麗に貼っていきます。ちょっと微妙だなこれ。はい、完成しました。あとはこの出てる部分をカットします。はい、出てる部分もカットしました。アクリルスタンドのマグネット板はこんな感じです。ちょっとねこっちにつけてみましょうか。はい、どうでしょう。まあ悪くないんじゃないですか。このデザインの部分だけのサイズにマグネットを後ろから貼った方がいいかもしれません。ちょっとこのはみ出てる黒い部分、ちょっとここら辺が若干気になるかな。で、アクリルスタンドとしてももちろんこんな感じで活用できますと。さあどうでしょう。こちらアクリルスタンドにマグネットシートを貼るっていうのは我ながらいいんじゃないかなと思います。マグネットとしても活用できるし、アクリルスタンドとしても全く損傷なく活用することができます。完全に 2way ですね。こんな感じでね、どっちも使えます。割とマグネット利用価値高いですからね。職場とかでね、なんかこうメモを挟んだりとか、こんな感じでメモをつけるときにこういったマグネット使用してもいいんじゃないですか。ということで今回は引いて終わりじゃない、作るまでが一番くじだという内容でやってみました。最後なんですけども、オプションパーツセットは J 書1から4まで全て作ってみました。個人的に一番良かったのは、というかお得感があるなと思ったのは、店員さんがおすすめしてくれた J の1ですね。これはやっぱり人気なだけあって、パーツ数も多かったし、完成した武器も本当かっこいい。なのでね、これが一番お得だったかなと思います。まあ、こんな感じでね、オプションパーツも全て、作り終えることができました。まあ、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、今回マグネットを活用して、作ってみたりとか、あとはねこちらの E 書ハイグレードウィングガンダムゼロソリッドクリアも完成させてみました。引いた後ね、もうそこら辺に眠ってるよっていう方も多いんじゃないかなと思いますので、せっかくね1回800円使って、熱量を持って引かれたくじなので、何かしらいろんな方法でね遊んでみてはいかがかなと思います。僕はあれこれ考えてやってみたので、1回800円のね価値は十分にあったかなと思います。よかったら皆さんぜひやってみてください。他にもこういったのやってみたらもっと面白いよとかもあれば、ぜひコメント欄で教えてください。ということで今回の動画は以上です。今回の動画が良かった、参考になった、よし自分もやってみようと言っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ではまた。 Have a nice メイプラン。一番くじは引くまでが終わりじゃない。